毎日ポジティブ。はい、ポジティブ歴16年スーパーポジティブティーチャー福地でございます。このチャンネルはですね、私が毎日ポジティブなことを発信しながらですね、見ていただいている視聴者の方が少しでも前向きにポジティブになっていただければ嬉しいというポジティブチャンネルでございます。さあ、本日のお話なんですけども、ようやくですね、さっきですね、北海道からまた東京新宿に帰ってまいりました。今からお店の営業が始まります。はい、今回のですね、北海道は特にですね、飲みに行くこともなくですね、ずっと北海道のですね、温泉がある旅館で過ごしておりました。そうやってね、ゆっくりする時間もすごく大切だなというのをですね、改めて感じたのと、昨日ですね、すごく嬉しいですね、LINE というか報告が来まして、それはですね、僕が前職で働いてた塚田農場という、あのお店のですね、僕が料理長で、その時に店長だったですね、吉木さんというすごく僕のですね大好きな人がいるんですけども、もうその方がですね結婚をされて、で、昨日まさに、子供がね第一子が誕生したと。それをですね、写真3枚と誕生しましたっていうことと、また落ち着いたらお店に行きますっていうのがですね、僕の LINE に入ってきたんですよ。もうね、すごく嬉しかったんですね。こういうふうに、もう一緒にね、仕事をしていたのはもう8年前ぐらいですよ。8年も僕31歳ぐらいの時にですね、一緒に、塚農場東口店、今は焼き鳥センターに変わっちゃったんですよ。なのでもう、塚農場の新宿東口店はなくなってしまったと。その、なくなってしまったけども、その時に一緒に働いた、本当にね、苦楽を共にした、仲間同士が結婚されて、そして子供が生まれると、その報告を生まれたその日に僕に写真付きでくれる、本当にねすごく幸せな気持ちになったし、まあ、こうやって自分の幸せを人にね、報告するってやっぱ心にね余裕がないとできないと思うんですね。やっぱ自分の嬉しいこととか自分が幸せに感じたことを送ることによって相手もねすごく喜んで幸せになってくれる。僕はその吉木さんから子供が生まれたっていう報告、写真付きでもらったのがめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。で、こういう風にね幸せをこう共有していく、自分だけで終わりにしないで仲間にね共有する、これがこんなにもね嬉しいことなのかというのをですね改めて感じました。僕が結婚したいとか、僕が大志が生まれた時って、SNS ではね報告はしたんですけども、なかなかねこう親友とか友達にそれを子供生まれましたっていうのはねできてなかったんですね。まあ、時間が結構なかったというところと、ここに余裕がなかったっていうのもあるのかもしれないんですけども、今回こうやって幸せを報告してもらってすごく嬉しかったので、まあ、こういうことをね、自分も報告、大切な仲間にこう個人的に、ね、報告しようかなというのをですね改めて、今回すごく嬉しかった報告だったので、そんな幸せな気持ちになれました。なので、これからね自分が幸せなことあったら共有をねしていきたいなと思います。もちろんねこの YouTube チャンネルでもね言えることと言えないことはあるんですけども、どんどん報告できれば嬉しいなと思います。人の幸せの報告はすごく自分が受けてみて、よりね幸せだというのを気づかされた、そんなね今日お話をさせていただきました。皆さんがねとてもとても幸せにこれからも生きてねいけるように僕も願っておりますんで、ぜひともそういうね素敵な報告があったら教えてもらったら嬉しいです。はい、ということでですね、以上毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。